溝尻ふさぞう9月1日から1969年8月18日は、京都府竹野郡浜詰村磯出身の工学研究者、世界初とされる太陽炉を発明した、溝尻工学工業所の創業者。溝尻ふさぞうの生まれ育った磯地区、溝尻ふさぞうは、1883年9月1日、船大区の溝尻万吉の三男として、 京都府竹野郡浜詰村磯に生まれた。父は溝尻が幼い頃に創生し、母は病弱であったため十分に働くことができず、暮らしぶりは極めて貧しく、溝尻の妹は血離れしたばかりで養女に出されたという。溝尻は家を手伝いながら小学校を卒業した。困窮する家庭事情から溝尻が高等教育を受けることは不可能と思われたが、 当時の磯小学校で学務委員をしていた妹雄二郎はその際を惜しみ、磯区の集会に諮って学校貸付金制度を設立。学校改築費に相当する奨学金制度を設け、その返済を出世払いとして、溝尻に30円を支給した。これにより、溝尻は京都府立宮津水産公衆所の一期生として進学することができ。 1901年に18歳で製造家を卒業した。卒業に際し、臨時の京都府知事であった大森昭一より賞状と記念品を授与される優等な成績を収めたという。その後は東京築地の水産缶詰機械製造所に住み込み、家事手伝いをしながら東京物理学校の夜間部に通った。その後、農商務省水産課に勤める。働きながらの学びは、 1904年6月、母重病の知らせにより中断することとなる。溝尻は帰京して母の看病に専念し、一時は病状が回復するも、翌1905年8月、母は帰らぬ人となった。母の没後、溝尻は約1年間距離に泊まり、宮津水産講習所で平坦品の缶詰製造の仕事に就いた。そんな折、プレス機でできた。 缶の内側が反射する太陽光に着目した溝尻は1907年に24歳で再び上京すると東京物理学校に復学、農商務省にも復職してこれを研究テーマとした。1909年に東京物理学校市販科科を卒業。1911年に舞鶴海軍造兵部の電気工場で働く中で反射鏡に関する研究に没頭し、 1916年5月、当時世界一の反射鏡と謳われたサーチライトの発明により、海軍大臣の表彰や助勲、昭和天皇の視察を受けるに至る。この年、溝尻はキリスト教に入信した。1919年、海軍を退官すると、日本後期工業株式会社に入社し、技師、第三工場長を務めながら、 海軍の委託したガラスの研究に没頭する。1923年には自宅を新築して、ガラス屋根の温室のような実験室を作り、1925年5月には、ついに会社を辞め、溝尻工学工業所を創業した。1927年、後藤新平の後押しを受けて、自ら、フレキシブルミラーと名付けた加藤生反射鏡による、 太陽熱の周熱装置を試作し、東京や京都の博覧会場に出展する。これが世界初の太陽炉であった。1932年に59歳で会社経営を後継者に託した後も、溝尻は社の相談役となり、研究を続けたが、1945年5月に会社自宅ともに空襲を受け、研究設備の一切を失った。 9月には郷里である浜詰村に疎開し、海岸の京都府立第一高等女学校の臨海学者の一部を借りて居住した。1947年5月、再び上京した溝尻は東京大学の校内に溝尻研究所を設立する。翌1948年には文部省の補助金を受けてフレキシブルミラーを応用した。 太陽熱補足装置の研究を再開し、1953年、サーチライトの開発に関する功績で、海上保安庁から表彰を受けた。1955年10月、72歳の折に、アメリカから昇平を受け、第一回太陽エネルギー世界会議に出席。対米中に進行を通じて、アメリカ人と進行を深め、ロサンゼルスの教会で、神の国と、 太陽エネルギーと題する講演を行った。研究への意欲は晩年も衰えることなく、フレキシブルミラーを応用したテレビアンテナの改良などのテーマで、たびたび通産省などの関係機関と連絡を取り合っていたという。溝尻は1969年8月18日、東京の自宅において88歳でよう去った。今日磯に整備された光うるうの森に立つ。 検証費発明家、企業人として成功を収める一方で、溝尻は母校である磯小学校に溝尻小学賞を設けて後輩の児童を激励した。この小学賞は1929年から溝尻が戦火で資産のすべてを失う第二次世界大戦末期の1944年頃まで約15年間続けられた。溝尻は 終戦後も、磯小学校で講話を行ったり、学校図書の充実や浜爪小学校の校門、浜爪村の施設建設等に多額の寄付を送るなど、母校の教育支援を中心に強度に大きく貢献した。その功績を称え、磯の聖神社の裏手の林に、光揺るうの森がある。ありがとうございます。